うわうわうわ、ダリオ同時に相手してるよ。バール、あ、出た一番手に馴染むかっこいい、やば、影の実力者ムーブ。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは影の実力者になりたくて第20話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、影の実力者になりたくてですね。今回で第20話ということでついに最終回、もう2022年秋アニメから続き2023年冬アニメの最初の、まあ、最終回という感じで、まあ、影の実力者見ていこうと思うんですけれども、前回めちゃくちゃ熱かったですよね。アイリス様とこのシド君との対決だったりだとか、まあ、前回シャドウ様がついにね、こう顔を現してベアトリックスとぶつかるんじゃないかっていうところだったりだとか、まあ、ド M の策略が割と明らかになってくるんじゃないかとか、結構熱いところで引いたので、今回どういう風にこの結構ぐちゃぐちゃな状況が着地するのか、いろいろ注目していきたいと思いますので、皆さん一緒に楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、さて、地味なアイリスと雨、あ、ここか。さて、ウォーズさんが出て、まあ乗り込む前だよね。さあ、完全にやられてしまって完膚なきままに折れてしまったんじゃなかろうか。すいません。さて、さあ、ここ音楽いいよね。さあ、見ているわけだ。さあ、シャドーガーデンの、やばい、圧倒的な差があることが分かってしまうわけだ。わわわわわわわ、さあ、ここで、まあ、2人の目にはアイリス入ってないよな多分。さあ、影の実力者になりたくてレッツゴー。さて、オープニングはなさそうでございますよ。さあ、めちゃくちゃやってるよね。もう郊外へ。さあ、かなりなんか緩んだっぽいな、狂ったっぽいな。さて、さあ、お姉様、なんだあれ、さあさあさあ、ああ、もう。まだ余裕があるな。あ、消えた。なんちゅう。うわ、ここでも格付けはシャドウのが上か。しかも圧倒的に上。え？幻覚？早すぎる。そうか。すごいな。ずっと鍛錬したんだろうなって思うと、またすごいな。こういう動きが。あれ、何それ。
え？ミスリル？卑怯とは言うまいね。うわっ、すごい煽り。ああ。投げ払う。いや、もう当たらないよな。さあ、二の。どうした？うわうわうわ、ダリオ同時に相手してるよ。全くもって相手にならない。あの、あなたの弟です、すいません。あなたの弟が、あの、今遊んでます、すごい。あなたの弟が、あの、上空で。さあ、ローズさん、とりあえずっていうとこだね。おっ、びっくりした。さあさあさあ、さあ工事中。さ、いやいやいや、全然余裕だな。よそ見する余裕まで仕込んだ。やーばい。うわ、何？バール当てた。ブー当てた。一番手に馴染む。来たわね、バールとバールの二刀流。ジャパニーズバー。嘘でしょ。まあ、バールのポテンシャルの高さは異常だけど、剣は超えないと思うけど、早い。列車と並走って、いやでも立ち回れてはいるんだよな。スタイリッシュ防寒ブレ。さあ、トンファーにもなる。かっこいい。これがシャドウ様です。皆さん見てましたか。あー、シャドウガーデン入り？そっか、でも目覚めてんだもんね。うん。マジ？やり合うってこと？空気にさせてみろってことでしょ。さあ、そうだよね。でもシャドウの傘下なら入る。あの、同一人物。ごめんなさい、お父様。共に戦うと誓います。シャドウガーデン2だ。うわー、声もちょっと考えてたんだろうな。こういう大事絶対言われると思ってたんだろうな。顔は分かってないっぽいな。うわ、やば、影の実力者ムーブ全部計算に基づいて動いてそう。おお、受け、すごいすごいすごい。魔女の秘術、あ、アウロラの真似。あれ、アウロラってマジだっけ。ああ、おお、やっけりだ。やっべ。
やべえ。お？入る。ああ、バールが。やばいな、アイリスじゃ全然相手になってない。ベアトリックスでも全然なのに。さあ、フシアナス。あ、後ろですよ。すいません。おーおーおー、街がもうとんでもないことに。切れてない後ろかな。いや、我ら、おい、後ろだ。いや、やっば。いや、届かなそう、命を使っても。やばいな。いや、計算してそう、こういうのも。うわ、来た。さあ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 、あ、話した。やばい、なんだ魔力、居合だ。お、剣を投げた。いや、もうその格闘戦も別格で強いもんな。やべ、いって。が違いすぎる。主人公にしてラスボスすぎるな。いやー、束になっても多分勝てないよな。そうか、ここまでか。ハイになってる。やべえ。あ、やべえ、マジで。え、ぶっ壊すとか言わないよね。アトミックしないよね。覚悟使いますじゃないよね。ずっと鍛錬してる。
これ取り返しつかなくならないか、大丈夫か。来た。音を上げます。うん、音を起き、見るだけ？どういうこと？ん？雨を晴らした。なんだ？漏れ出てる。全くもって通じなかった。そうだよな、でももう完全に格付けが済んじゃったもんな。マジか。ああ。でいない。顔バレてないかそれ。ああ、そうか、あ、シェリー、なんかやばいファンみたいになってる。これはん、テラーコエス、さあ、でも完全に本気で隠れてしまうわけだ。うわあ、やばそう、マジで。あっ、やばいやばいやばい、ゴールド金メッキ。そうか、もう、うわー、なんか変な方向に舵切らない、大丈夫。さあ、ベアトリックスは結局アルファと会うことなくってしまったわけだけど、シャドウ様顔バレてないか、大丈夫か。あら、まあいつも通り。あー、すいません、スワヒリ語わからないんで、すいません。あー、そんなことに考えてるかな。あら、イータトントンツーツー、モールス信号的な、何、信号か。さあ、いいねいいね、イプシロン。さて、すごい格好。あら、なんだ、もうどん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 落ちていくな。ヒョロは地下労働に。やばいやばいやばい、S4R に乗ってないか。マグロ漁船どっちだ。マグロ漁船でした、 S4R ではなかった。お、あら、ゼータ、う
海好きなのかな猫って。 あれってどれ。ああ噂を聞くと、すごいな、あれで空を晴らしたわけだね。ああ見てみたかったんだ。わあそっちか。そうね、ちょっと目立ちすぎたかもしれないね。楽しくなりすぎたかもしれない。お？あ、クレアが優勝したんだ、お姉様。あら、ローズさん。あ、なんかしばかれてないか、誰か。ハゲって言われてる。ちょ、裏でしばかれてる人がいます。すいません。あれは。はいはい。アジト？どこだ？彼。なんだ？あら！何それ？アレクサンドリア。ええー。ちょっと、でかいな。ん？誰か戦ってないか？わあ、いっぱいいるな。あら、かわいい。666。悪魔の数字。おお！あ、そっからあれか、スライムの。ああ、バーガーが、思い出の包み紙。けどそれを捨てなきゃいけないわけだもんな。かわいい、後ろの子。やばいな、これはこれで絶望。髪の毛も。まあ、影に生きるっていうのはそういうことか。モードレット。あら、664番さんも665番さんもかなり、あれだよね。そうか。結構重要キャラっぽいな。さて。まあ多分、上に上がんないと多分あれしてもらえないな、ペイ。シャドウ様が引いてました。これも全部、計算でたなびかしてると思うとちょっと面白い。まあ、なんか全て分かっているようだけど多分何も分かってないんだよね。一応聞くけど、どうなんだろう、この先の展望をどこまで予期してるかって思うけど、多分ライトだな。まあでもやっぱりシャドウがいろんな人の人生を狂わせてしまっているな。異世界に一つの異物が入るだけでこれだけ危険なことになるっていう、なんかモデルケースか何かになりそうですね。さて、あ、終わったー。
はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いや面白かった20話最終話ということでね、まあ最後までシャドウ様はシャドウ様だなっていうような感じではあったわけなんですけれども、最後の最後で圧倒的な実力を見せてきましたね。なんか全然届かねえなみたいな、なんかやっぱりシャドウさんを出し切ることなくちょっと遊んで終わり、アトミックして終わりみたいな流れだったのに、もう今回はもう本当に満足いくまで付き合って、もう圧倒的な格の差を見せた挙句ここで決めるという、ちょっとやっぱりかっこよかったな、ちょっとかっこよかったな、あのかっこよさは。ちょっとやっぱり計算されてるんだろうなとか、シド君の中でこれがかっこいいと思ってやってるんだろうなっていうのもちょっと頭の中にはあったけど、でもそれ込みでもやっぱりかっこいいなっていう風に思うよね。なんか無双系ってさ、よくあるけど、やっぱり知らず知らずのうちに無双してたりだとか、なんか無双することをかっこいいというような風潮がなく無双してたりするじゃないですか。こんなもんかぐらいの感じで無自覚で倒してたりだとか、俺なんか悪いことしちゃいました、なんかやりすぎちゃいましたみたいな、そういうところとか、なんか結構いろいろとある中でも、これはもうなんか完全に無双するのが楽しい。これが無双だ。なんか、かっこいい無双をこう極めつけてる感じがいいですよね。かっこよく無双してやろうっていう気で本人が動いてるからめちゃくちゃかっこよくて、なんかやっぱり見てる側のこの中二心もすごい刺激されますよね。うわーいいないいなと思いつつも、なんかやっぱりシド君はシド君だから、こう見ててすごいやっぱり癒しというか、なんか愛着があるというか、なんかとっつきやすさがあるから、なんかやっぱりちょっとくせえなっていう感じもないっていう、なんか本人も臭いのを若干分かっててやってるから、それがめちゃくちゃいいですね。やっぱりすごい良かった、面白かったなっていう風に思います。見てて、やっぱり20話ともどもやっぱり笑える部分もあり、かっこいい部分もありっていうところで、なんかやっぱりなんかもう卒業したとはいえ、中二病卒業したとはいえ、どこか誰しもが抱えている心の中の中二病っていうものをシド君がこうことごとく体現してくれることで、この作品はどんどん面白くなったなっていう風になんか全体を通して見て思いましたね。あー、いやー、でもローズさんどうなるんだろうね。名前も捨てなさい、666番ですみたいな形になったけど、あそこから成り上がっていくのかどうなのか。シェリーもかなりシャドウに恨みをこう、もう恨みっぱなしだから、さあ全ての敵となることを引き受けて魔人シャドウはどうなるのか。まあとりあえずおとなしくしなきゃなってことだから、しばらくはおとなしくするっぽいけど、どうなんでしょうねっていうところで、まあ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 、これから先は気になりますけれども、まあとりあえず1期は20話で完結ということで、まあ20話っていう短さもまた良かったですよね。なんか駆け抜けたっていう感じがして、とてもとても素晴らしかったなっていう風に思います。まあなんかド M の話がまとまるのかなって思いきや、なんかド M で逃げ切ってっていう感じだったので、まあこっから先まだまだ読めないところがありますけれども、ちょっと2期をね期待しながらこれから先追いかけていきたいなという風に思います。いやーでもアイリスがあそこまでちょっと追いつけないとは思わなかったな。なんかあのアーティファクトを使ってバフをかけてもシャドウ君にはとなんか遠く及ばないっていう、まあでも本人のスペックが全然違うからね。なんかやっぱり掛け算じゃないですか。武器もすごくて本人もすごくての掛け算で、まあシャドウにとってはやっぱりもう本人の掛け算の数値がめちゃくちゃ高い上に、まあなんかやっぱり魔力の伝導率が高いスライムを使ってるっていうところで、もうかなり高いなんか領域で掛け算をしてるから、まあ届かないよねっていう感じですよね。なんか掛ける側も掛けられる側も圧倒的に高いからっていうのはありますよね、見ててね。いやでもいいなぁ、ベアトリクスでも届かないっていうレベルなんですね。もう完全に差がありますね。やっぱりでもああいう風に世界の中で異物が一つ混ざるだけで誰かの人生はどんどん狂ってしまう。多分アイリスの人生も狂ってしまうわけですよ。怒りのままに何のままにっていうところで、結構やっぱり復讐心をこう持っていろいろと動いたりもするだろうし、まあベアトリクスはベアトリクスで多分自分らしくやるとは思うんだけど、まあシェリーもね、もう完全に狂ってしまって復讐に燃えてしまっているっていうような感じになってるから、いやー、こっから先ちょっと気になるな。なんか早めに2期の話は欲しいですね。なんかちょっと待って2期っていうよりかは、もう早めに2期見て、なんかこう早く2期、ま、早く見たいってなり、なんかワクワクしながら待ちたいなっていう風に思います。それだけすごい魅力的な作品だと思うから、なんか忘れた頃に2期がやってきたよりかは、お知らせだけでも早く欲しいなっていう感じで。まあね、本当に影の実力者になりたくて、すごい面白かったので、ちょっと2期ももしあるなら楽しみに待ちたいと思いますので、ぜひともね、なんか僕が勘違いしてる部分とかがあれば色々とコメントでください。もう全体を通して、シド君が癒しすぎるし、中二病面白面白すぎるし、途中でバールが出てきたところとかめちゃくちゃ面白かった。なんかやっぱりバール来たっていう風になってめちゃめちゃ熱くなったりだとか、なんかね面白いんだけど、すごい熱さがこもっててめちゃくちゃいいですよね、この作品ね。そこら辺もすごい素晴らしかったので、なんかいろいろとコメント感想とかがあればいろいろいただけたらなと思います。以上、影の実力者になりたくて第20話でした。バイバイ。